さよならマイク。え、押していい？うわうわふっかふっかおい、おお、すごい音楽が鳴いた。殺しました。殺したぞ。どうも、プテラ高橋です。今日はプテラ式マイクラ人狼の準備編パート4になるのかな。実際にね、この屋敷が正しく正常に動くのかっていうのを確かめるためにね、お手伝いさんを募集しまして8人の方がね集まってくれました。とてもありがたいです。今日は普通の配役ですね。人狼と狂人と占い霊能、あと狩人っていうやつは鍵師っていう名前に変えています。その配役でねやっていきたいと思います。まあ準備なのでエラーとか出てしまうかもしれませんが、楽しんでねやっていきたいと思います。じゃあ一連の流れね、皆さんも一緒に追ってみてください。じゃあ行きます。これで大丈夫ね。もういけるよね。よし、行こう。はい、お待たせしました。皆さん来てくれてありがとうございます。じゃあ名前をね選びましょう。みんな、はい、次行きます。名前を選びに行きましょう。皆さん、これで8人から9人押すとゲームスタートです。で押すよ。はい、ドン。本メモ帳っていうのが3つ届いたんだけど、これは何？やってる過程でメモするのが、わざわざメモ帳を開くのが面倒くさいと思ったんで、ゲーム内でメモできるように。すごい。ちょちょちょ、モノクロさんだけ名前出てるんだけど、俺の画面。人狼同士だからじゃないですか。あー、そういうことか。あ、そうなの。人狼同士名前出るのかよ。バレたじゃん。じゃあゲーム、これはあれだよね、名前、自分の名前覚えといたから。なんかついちゃうんだけど。じゃあゲール座った。それは対面の人とかの字が潰れちゃって見えなくなっちゃうんで、ボタンを押すと右から順に名前表示してる。お、そっか。すごい。座ってんの？もう朝になった。朝になったよ。みんな朝になった。なりました。なりました。おー、タイマー、タイマーとは下に残り何秒っていうのが。あ、本当だ、出てる。208、占い208ってこと？じゃあ。そうですね。でも初日占いか、これ作ってないんで、まだ。あ、初日占いなしなのか。そうですね。あ、じゃあ今日誰釣るかを考える、まず。じゃあちょっとマイク釣り飲める人いますか？マイク釣り。マイク釣り賛成。あー、マイクに投票しますよ。ゲイルはマイクに投票しました。これみんなに見えてる？あ、見えてます。すごい。とりあえずじゃあマイク、ミーでマイクを殺すことになりました。よし、じゃあみんなのものマイクを殺しに行こう。あ、処刑の時間だから処刑室に行ってって書いてある。え、ここっすか。オッケーオッケー。一応要望に応えて処刑パターンは2通りで。あ、おー、じゃあ落下式にしよう。落下式処刑にしよう。最後遺言を言って。じゃあ遺言の人、人狼誰かと予想して死んでもらっていいですか。じゃあ遺言、犯人はゲイル。分かった。以上。違うけどね。違うけど。僕は人狼じゃないよ。ありがとうございます。ありがとう。さよならマイク。押していい？はい。ちゃんと乗れてるよね。うわ。うわ。ふっか。ふっか。かわいそう。あ、ゲイルあった。僕の家はここか。あ、ジェシカこっちだ。おい、おお、すごい。狼が鳴いた。狼が鳴いたぞ。まあ、みんな部屋に戻ってない。元どうなった？あ、モノクロさん、こんばんは。こっちです。はい。それで、誰を殺しに行くか。一応、ミュートにしないでできるっていうのが、この看板タップして。ああ、誰殺すか。そうですね。あ、ジェシカ左のボタン、左襲撃戦最終決定。ジェシカ、それでジェシカにカーソル合わせて。
あなたが襲撃権限を得ました。そうですね。で、多分もう片方が襲撃権限を得てないんで、もう片方は自分の部屋に戻って、ジアスさんはジェシカの部屋に襲撃に行く。オッケー。ジェシカどこ？ゲイル。え、これ面白いわ。どこだろうなーって部屋探し、お部屋探しで、お部屋探しで殺しに行くのか。お前は違うな。お前じゃない。お前ボブジーか。ボブジーの家もある。うわ、いた。え、怖っ。何やってんですか。これジェシカ入れなかったみたいで。あ、家から出ちゃったの。間違えて出ちゃったみたいで。もう自分殴っていいのじゃあ。ここで殺戮していい。ああ殺した殺したぞ。一応そしたら一通りの流れが終了になるみたいな。ああ、うんうん。じゃあ朝なのか。で、またみんなをおはようで出てくるわ。じゃあ皆さん、ローラ殺しましょう。行こう。じゃあ今日は火炙りの剣士。これで、あっ焼かれてる。あー死んだ。夜になった。サンドラどこだ。あ、ここかに行こうとするのね、俺が。はい、まあ、入れないですよ。入れない。そうですね、そうすると入れないやつが鍵かかってる。あー、ほんとだよ、かかってるね。じゃあ入れないです。そしたらもうジローは自分の部屋に戻るしかない。あー、襲えなかった。じゃあカリウドしよう。しよう。あ、カリウドだ。鍵師しよう。しよう。鍵師しようね。じゃあ俺ここで鍵師。じゃあ太鼓出るわ。俺だ。圧かけに行くときはこうやって作れるのってお前だろって言って言いに行っていいの。お前じゃん。それはありっちゃありですけど、そうすると圧かけたいときは席が空いちゃうんで、よくないな。まとめてる人は誰か分からなくなっちゃうから。落下式で行こう。落下式で。オッケー。じゃあサンドラちゃん押して、あのスイッチ。はい。遺言も言わずに。押してた。遺言も言わずに。遺言もなく殺す。かわいそう。メアリーとサンドラだけか。はい。狂人、メアリー狂人だったりしない？しないです。あ、しないですか。はい。メアリー人狼でしょ？え、違いますよ。あー、これ怪しいわ。じゃあ、メアリーだ。メアリーです、今日は。今日はじゃあ、火炙りです。死んだら教えてもらっていいですか？はい、出てます。じゃあ本当に犠牲者でワープするんだ。なるほど。で、この時点で、あの、狼と市民の数が一緒になったんで。あー、勝った。おお。すごい、すごいわ。そう、一通り終わりになって、でゲームエメラルドをゲットした、参考。そうす、で、エメラルドで、なんか商品みたいのを付け加えようかって。あー、なるほど。素晴らしい、ありがとう。はい。大体分かる、一通りの流れが分かりました、僕は。最後、タグリセット。タグリセットまでが一応一通りの流れになって。OK。あ、3でしたって。どうなんだ。じゃ、タグリセットしよう。はい。ここに来て。で、一通りのあれが終わりみたいな。はい。じゃあ、お手伝いありがとうございました。2時間近くかかりましたが。はい。とても助かりました。ありがとう。最後までご視聴ありがとうございました。プテラ式マイクラ人狼は、こんな感じでね、あの人狼ジャッジメントと同じように昼夜って繰り返していって、勝敗を決めるっていうね流れに、なっています。まあ、大体流れ分かってくれたら嬉しいです、これでね。で、要所要所でちょっとエラーとかね起きてしまった部分があったので、そこは、次回の動画準備編パート5で、なんか最終準備編最終回にしたいと思っています。なんでね、またお手伝いしてくれる方を募集すると思うので、まあ、概要欄とかに書いておくかもしれません。
この屋敷をね、もうすぐもう完成間近ですね。この屋敷を作ってくれた方と、そしてお手伝いしてくれた方に、感謝しています。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。